皆さんこんにちは。ユーカリタウンネットワークがお送りするユーカリテレビです。ユーカリが丘の未来を考える懇話会、ユーカリ地区で活躍する人をご紹介します。第37回懇話会は、長い歴史を誇る薩摩島津家について、宮野城島津家第18代当主島津忠幸さんのお話を伺います。皆様おはようございます。今日はお暑い中お集まりいただいてありがとうございます。またコロナの方もなかなか収束を見せておりませんで、政府はこの3密を避けて自粛をしてくれとは言いながら、行動の規制までは至っておりません。まあ、要は自己責任で何とかせよということではないかと思います。でまして今日は猛暑日で、この日射病の危険もございます。そういうリスクを冒してお集まりいただきまして本当にありがとうございます。その勇ましい皆様方の前で講演させていただく、非常に光栄なことでございます。どうぞよろしくお願いいたします。先ほど福さんからお話がありましたが、なぜ私が今ここでお話を申し上げているかということをもうちょっと掘り下げてお話をさせていただきたいと思います。私先ほど紹介にありましたように、八千代三鷹会の副会長を仰せつかっております。でそういう関係で、お隣近隣の三鷹会にはよくお伺いする機会がございます。私が最初桜の三鷹会にお伺いしましたのは確か総会の時だったと思います。そこで同じテーブルにいらしたのが保谷さんでいらっしゃいます。皆さんご承知のように、ご承知って言ったらあれですけども、保谷さんお付き合いさせていただくと非常に優しくてお気遣いのあるいい方なんでございますけども、一見非常に怖そうでございます。その見た保谷さんから、ユーカリで2月に一遍勉強会をやってるんだけども何か話をせよというお話がございまして、蛇に睨まれたカエルのようでございます。今日お話しすることになったわけでございます。どうぞ1時間ちょっと なると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。まず自己紹介をちょっとさせていただきたいと思います。私は昭和生まれが昭和20年1月でございます。でかろうじて戦中派ということでございましょうか。皆様方と同じ世代でございましょうか、どうでしょうか。大体お話の通じる世代ではないかと、そういうふうに思います。生まれは東京なんでございますが、私が5歳の時に鹿児島に帰りました。これは父の都合で鹿児島に帰ったんですが、鹿児島で、高校まで過ごしました。当時の鹿児島というのはまだ戦後5年でございますから、まだ昔の鹿児島薩摩というのが今考えますと色濃く残っていた時代だと思います。その中で、過ごしまして、東京へ出て、参りました。大学を出て、先ほどご紹介ありました株式会社日冷、昔は日本冷蔵株式会社と申しまして、前身は日本水産と一緒でございます。戦時中は帝国水産株式会社という統制会社でございまして、戦後分かれたわけでございます。で分かれて、日本水産日水が魚を取る方、漁労部門に専念したんですね。で日冷日本冷蔵株式会社が陸上の製氷部門、当時は全国津々浦々にこの製氷場がありましてね、港から漁船が出るときに全部氷を積んでました。従いまして非常にこの事業所の多い会社であるというふうに言われておりました。日本通運が JR 昔の国有鉄道ですね、国鉄の駅全てにありましたけども、それに匹敵するような事業所があったと、そういう会社でございます。そこで30年ぐらい勤めまして、主にこの日冷のメインであります冷凍食品の関係をずっとやらせていただきました。
でその後京都ホテル、なんで日蓮が京都ホテルと関係があるんだというちょっと不思議に思う方もいらっしゃいます、いらっしゃるんじゃないかと思いますが、日蓮が京都ホテルの筆頭株主であったわけでございます。ご多分に漏れずそのバブル期の大きな投資がたたりましてですね、倒産寸前まで京都ホテルが追い込まれました。まあその時京都ホテルへ行けということでちょうど10年間、社長は8年ですけども、そこでホテル業というものを経験いたしました。私にとってはまあ日蓮、これは製造業メーカーですけども、ホテル業とは全く違うサービスでございます。でいろんなこのちょうど大蔵と提携をした時でございますし、いわゆるこの外資がよくホテル提携で出てきますけども、その外資のやり方、それに含めましてですね、ああホテル業ってのはこんなものかと思った次第でございます。で10年前に引退をいたしまして、今八千代市に住んでおります。京成の駅でいうと勝田台でございます。先ほど言った貝殻亭から歩いても10分ぐらいでございます。で貝殻亭はその関係で法事でありますとかよく利用させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今日は薩摩島津家について、という題でですねお話をさせていただきたいと思います。お手元にレジュメが1枚、配られておると思いますので、これについてちょっと若干説明をさせていただきます。薩摩島津家についてまず一つ項目というのがありますが、今日お話をさせていただきたい、項目でございます。明治以降の島津家はどうなってんだと、それから島津家の誕生、島津家はいつ始まってどんな形で始まったんだと、そういうお話でございます。それからあと、800年、ちょっとですか、ずっとこの続いている家柄でございまして、当然、日本の天下人秀吉家康、これとの対峙の場面があったわけでありますが、秀吉それから家康とどういう対峙の場面があったのかと、そういうこともお話をさせていただきたいと思います。それから法暦、治水と薩摩義士、これはあまりご存じないかもしれませんが、岐阜県に木曽三川といいます。木曽川、長良川、揖斐川、この合流地点がいつもこの氾濫をしておりましてね、地元の住民を苦しめておりました。これの治水工事のお話であります。それから小浦騒動、これは皆さん NHK のテレビ等でお聞きになったこと あると思うんですが、小浦という女性が何か問題を起こしたんじゃないかという、そういうことではなしに、これは本質的には薩摩の大きなお家騒動でございます。これについてちょっとお話をさせていただければと思います。それから最後にこの薩摩の男子敵と書いてありますが、薩摩の男子、特に武家の子弟ですね、それがどういう教育を受けて育ってきたのか、それが今どういうふうに根付いているのか、昔を振り返りながらちょっとお話をさせていただきたいと思います。その下にこの年譜がついておりますが、私が今お話をさせていただいていることが大体この日本史全体でどんなところにあるんだと、そういうことを見ながら聞いていただくとよろしいかなということで、この年譜をつけました。島津家の誕生、それからこの戦いがいろいろついておりますが、木崎丸の戦い、耳川の戦い、この辺はいわゆる戦国時代でございます。天下平定される前の戦国時代でございます。その後ね、九州制覇、根城坂の戦い、これは秀吉との対峙の場面でございます。から関ヶ原、これは家康と島津家がどういうふうに対峙をしたかということで、ございます。その後薩摩義士、これはもう江戸も後半になるんですが、薩摩義士の、今あれですね、木曽三川の治水工事のお話、それから明治に入ります。明治に入りまして、現在の島津家がどういうふうに推移をしておるか、
まあ、そういうお話をさせていただきたいと思います。まあ、本題に入る前に、薩摩島津家というと皆さんよくご存知じゃないかと思うんですが、大体は、まあ、大河ドラマですとか、あるいは歴史小説、あるいはその NHK の歴史の特集なんかありますね。これで皆さんが目にする、あるいは耳にする島津家というのは、大体幕末から明治にかけてのお話が多いんじゃないかと思います。まあ、ちなみに大河ドラマ、この歴史をちょっと振り返ってみますと、最初にこの薩摩藩が取り上げられたのが1990年、今から30年ぐらい前でございますか。ちょうど30年前、飛ぶが如くでございます。司馬遼太郎原作で、これは西郷と大久保の生涯をずっとたどったものですが、当然西郷大久保が出てまいりますと、そこに斉昭久光という島津の当主が出てまいります。その時の斉昭役が加山雄三で、久光役が高橋秀樹でございます。今では考えられませんけども、非常に2人ともいい男でございまして、私なんかテレビを見ながら、ああこの島津家の祖先というのはこんないい男だったのかなと錯覚をするようないい男でございました。西郷が西田敏行、それから大久保が加賀武でございましたね。その後が2008年、篤姫でございます。で、篤姫も当初はこの視聴率を心配されましたが、ちょうど私があの京都ホテルの社長をやってる時でございまして、鹿児島の県庁に島津家の分家の一人が勤めております。その人がその篤姫の始まる前の年ですね、京都ホテルに、お見えになって、どうもこの視聴率危ないようだから、なんとかこのホテルでも盛り上げてくれんか、そういうお話をいただいたのを覚えております。ただ蓋を開けてみますと、24.何%ですか、10年ぐらいの間に一番高い、視聴率を取ったドラマでございます。この時の斉昭役が高橋秀樹でございます。この時もまだ颯爽としたもんでございましたね。それから最後が一昨年、瀬古どんでございます。最初の飛ぶが如く、これは司馬遼太郎、これ歴史小説で割と史実に着実に進めておるんですが、だんだん次が宮尾富子、これが篤姫ですね。最後の瀬古どんになりますと林真理子、これ本当にこの小説みたいな感じで、あの中で覚えていらっしゃる方いるかどうか、斉昭が最後と相撲を取っておりましたね。ああいうことは多分ありえなかったんじゃないかと思いますし、斉昭がその前の斉昭から藩主を譲れという時に、このロシアンルーレットピストルでやっておりましたね。あんなことも多分ありえない、多分にこの小説化された場面があったと思います。ただともかく島津家が幕末から明治にかけて、非常に大きな役割を果たしたというのは、まあ、事実でございますし、それなりに、大河ドラマも私は、まあ、面白く拝見をさせていただいたわけでございます。それでは本題に入りたいと思います。この本題はどっちかというと、島津家でも皆様方あんまりご存じない場面を引っ張り出してお話をさせていただきたいと思います。まず明治以降の島津家がどうなったかということなんでございますが、鹿児島で、あるいは鹿児島でなくてもいいんですが、私島津でございますと申し上げますと、どちらの島津さんですかというふうに言われるんですね。で、島津家というのは後でお話をしますが800年以上の流れを持っておりますから、本当にこの初代ですね、初代の血筋がどういうふうに分かれて、今どこに何人どういう家があるんだと、これは多分追求不可能だと思いますね。ただ島津本家では島津14家と言っております。で、島津14家というのはどういうことかというと、明治時代に爵位令というのが出ました。
高校博士団ということはお聞きになったと思うんですが、爵位、制度を導入したわけでございます。明治の藩がなくなったのが廃藩置県、これが明治4年でございます。これが非常に画期的なことだと思うんですが、その後、士族の最後の反乱といわれます西南の域、これが明治10年でございます。でこの爵位令が制定されたのがそれから7年後、明治17年でございます。その後23年に大日本帝国憲法、これが発布されまして、衆議院貴族院という2つのこの両議院制ができたんですが、その爵位に、爵位令によって爵位に任ぜられた人たちが貴族院議員になったんですね。それが爵位令というものでございます。ちょっとその爵位というものをちょっと見てみたいと思うんですが、まあ、爵位というのはヨーロッパから来た制度でございます。で、まあ、イギリスを例にとりますと、英語で言いますと、公爵は公爵、高校博士団、公爵が2つありまして、公の公と僧侶の公があります。それから人弁にしろ伯爵、子供、男、高校博士団と言いますが、まあ、公爵は英語で言うとデュークでございます。から伯爵がマルキス、これあまりこのお聞きになったことがない。で伯爵はアールでございます。から子爵がバイカウントで、男爵、これはよくお聞きになると思うのはバロンでございます。まあ、上と下というのは割と覚えやすいもんでございますね。学校でもトップの生徒、ビリの生徒、この名前は覚えておりますけども、10番負け誰、15番負け誰となるとあまり頭に浮かばない。デュークというのは非常にデューク、バロンというのは皆さんもおなじみだと思います。でこの爵位制度というのは終戦、昭和22年まで新しい憲法が発布されるまで続きましたから、私ももし、戦争がなければバロン島津でございますね。格好がいいと思うのはバロン島津でございます。まあ、今はバロンじゃございませんから、普通の島津でございます。でこの爵位というものがどういうものだったのか、ちょっと見ていただきたいと思うんですが、合計1010と書いてあります。まあ、これは世襲制でありますから、明治17年に制定された時の爵位、これが1010家あって、公爵が20、僧侶公が42、伯爵が116、子爵が389、男爵が443、合計が1010であります。でその爵位 その出身順ですね、まあ廃藩置県で武家が武士の座を追われましたから、無職になっちゃったわけですね。それをいわゆる遇する必要があったということもありましょうし、あら公家も同じでございます。それにプラス明治政府に貢献のあった人たち、これを新華族と称しまして、入れたわけですね。その出身順で見ますと、公家が193、お公家さんが193で、皇族、これはあれですね、皇族が16、新華族っていうのがいわゆる、日本に寄与のあった政界、財界、あるいは軍人から選ばれております。389、神職僧侶、これが20ありますね。から武家が392であります。武家の392というのはどういう数字かというふうにちょっと考えてみますと、江戸時代に、どれぐらいの藩主がいたか、世に300余行って言いますね。大体300人いたとして、その中で392がこの爵位をもらってるわけですから、まあ平均すると1期あたり 2にちょっとかけるぐらいですか。それぐらいの爵位をもらってるわけですね。それから次にこの書いてあります武家、それでは武家の中、いわゆる島津家の関係あります武家の中ではどうかと、ということを見てみますと、公爵が6家、僧侶公が15家、
伯爵が34件、子爵が227件、男爵が110件、合計392件でございます。その中でですね、いわゆるこの同じ家でこのたくさんの爵位をもらったところがどうかという、いわゆる複数の爵位ですね、もらったところを見てみますと、ここに書いてありますように、島津家が14、徳川家13、前田家7、佐竹家6、毛利家6、伊達家5、山内家5、池田家5というふうになっておりまして、この島津家が圧倒的に多くございます。明治新政府の弊害の一つに藩閥政治というのが挙げられております。私はこれを見ると、多分にこの藩閥政治、要するに戊辰戦争で主力になった薩摩長州、この辺のを徴用返徴したわけですね。したがってこの14家も後で明細見ていただきますが、多分にその匂いが強いんじゃないかと思います。で、この公爵、武家の中で公爵が6人だけ、6家だけですけども、それがどういううちかと言いますと、徳川家、徳川家だ、徳川家の将軍ですね、将軍慶喜、これ最後の将軍慶喜ですね。それから水戸の藩主徳川ですね。それから島津家が2人入っております。島津の藩主、廃藩置県の時の藩主、最後の藩主の島津忠義、それからそれ の, 父親ですね、島津久光、毛利家は長州藩主の毛利です。こういうふうに島津家が2つ入っています。これもなんかご両親みたいな感じだと思いますね。何も藩主だけでいいと思いますし、藩主の息子まで、親父までね、入れる必要はない。ただ久光という重さが多分あったと思います。で、先ほど公爵が20と申し上げましたが、当時の日本の人口が約4000万と言われております。4000万の中で20人ですから、どんな人が公爵になったんだいと、ということを見て、おきますと、公家が9家、臣下族が5家で、先ほど申し上げた武家が6家、これで20ですね。お公家さんで公爵になったのは、ここに書いてありますように、この絵、高塚さ九条一条二条、それプラス三条、岩倉徳大寺西園寺。公家はこの昔からこの身分が決められておりまして、だいたいその家柄でみんな決まっちゃうんですね。で、御設家っていうのは摂政になれる家柄でございます。公家でも非常にこの身分の高い、この絵、高塚さ九条一条二条が御設計でございますね。ちなみに今の日本赤十字社の社長が近衛さん、それから高塚さんは今伊勢神宮の大宮司をおやりになっております。で、九条さんは 4,5 年前お亡くなりになりましたけども、平安神宮の宮司をおやりになっております。したがってまだそういうところではこの昔のこの家柄、これが続いておるというふうに見てもいいと思いますね。この新家族、明治政府に貢献のあったものという見方をしますと、大方総理大臣で軍人が一人でございます。伊藤博文、山形有朋、桂太郎、松方正義、それから大山巌、軍人が一人でございます。総理大臣と軍人が一人でございます。で、この高校博士団という爵位が太平洋戦争終結によって、これ亡くなったわけでございますけど、今どういうふうに生きておりますかというと、その名残が霞会館となります。これは昔の家族会館、要するに家族の連中が集まってた会館が霞会館という、今霞が関ビルの一番上に事務所を持っておりますけども、これが旧家族の親睦団体として、このまだ活躍をしておりますね。なるほど、その霞会館の改装を見ますとね、
海賊にはその家族なんて一言も書いてございません。ただ実際問題、例えば新入会員等がありますと、みんなやっぱり旧家族ですね。それも旧家族の全部嫡男、要するに昔であれば家族をずっと引き継げた人というのが今メンバーになっております。ですから新入会員の案内開放なんかで見ますと、旧男爵系、旧公爵系、旧何々系というのが出ております。まあこれぐらいじゃないかと思いますね。でちなみに桜の殿様堀田さんはですね、伯爵が一家、子爵が一家でございます。で多分その伯爵の方が本家なんでしょうね。桜市長も勧められたんですか、そういうふうに聞いております。でしからばこの島津の先ほどまで14家がどういうものがあるのかと、でまあいろんな人が出ておりますけども、ここにあるのが島津14家でございます。公爵が2家と申し上げました。一つが島津の本家、これは最後の藩主忠義ですね、忠義の嫡男筋でございます。次の玉里島津家、これは久光が藩主の父親後見人国父ということで公爵を頂戴しているんですが、玉里に住んでおりまして、玉里島津家というのを新しく創設しております。それから次の伯爵が一家、佐渡原の島津家、この佐渡原って宮崎なんですが鹿児島の分家なんかとは違いまして、薩摩の師範という位置づけであります。ですからちょっと薩摩の分家とか島津家とはちょっと位置づけが違う佐渡原家でございます。それからその後は全部男爵でありますが、島津の一門家分家であります。重富の島津家、今泉島津家、梶木島津家、垂水島津家、これが島津一門家と言われるものであります。一門家ってのはどういうことかと言いますと、藩主を出せる家、そういうふうにあらかじめ位置づけをしておったんですね。要するに後継ぎを絶やさない、江戸時代後継ぎを絶やすとすぐお家断念になりますから、後継ぎをこの絶やさない工夫も一つここにされているわけですね。これが島津一門家で、あとは分家で、日置島津家、宮の城島津家、宮古の城の島津家から、あとこれが島津忠光、忠弘、忠親、島津健之助、これは忠義の子供であったり久光の子供であったり、これが先ほど申し上げたようにこれはちょっとおかしいんじゃないのというような見方ができると思うんですね。ちなみに公爵家の島津本家からは先の昭和天皇のお妃香淳皇后、これは忠義の忠義の孫娘であります。忠義の七女の娘がこの香淳皇后である。それから公爵の島津玉田と島津家、これは忠次さんというのは日本赤十字社の社長を一回お会いになっておりました。それから佐渡原からは皆さんご存知の久永さんが出ておりますね。高子さんの旦那さんでございます。話違いますけども、島津の会で私よく毎年お会いするんですが、島津の会東京でありましてね、大体24、5名毎年集まるんですが、ほとんどの方が鹿児島で育ったことがない方でございます。大体東京に出ておりますからほとんど東京育ちでございます。この久永さんにあなたは佐渡原ご存知かと一回お聞きしましたら、いやいや全然知りませんよ、私東京生まれの東京育ちでございますから。だから従いまして今は島津家と申してもですね、鹿児島もあんまりご存じない島津の方もかなり数からいくといらっしゃるわけであります。重富の島津家、これこのご子孫が桜に住んでいらっしゃいました。今も鹿児島に帰られて、神社の宮司さんやってますけども、それから今泉島津家、これが篤姫の出たところであります。この篤姫が斉彬の養女になって将軍家定の正室になるわけですね。それから梶木島津家、垂水島津家、これが島津一門家であります。
宮の城島津家小二階で、これが私 の、 あの宮の城というところでございます。久原長丸忠丸、そしてこれ私の名前ちょっと入れさせていただきました、この忠丸でございます。で、宮の城島津家久厚さんと言いますけど、これはあの学習院の院長さんが入ってました。まあこういう流れで島津14家という、これは本家がそう言っておりますから、まあそういうふうに一応位置づけをしてもいいかと思います。いや、俺も島津家の流れを組むんだってのは他にたくさんいらっしゃいますから、まあ、そうじゃないというわけじゃありませんが、本家では島津14家という位置づけをしております。で、これがですね、斉彬から現在までのさーっと流れを書いてみました。で、斉彬が28代の当主であります。で、斉彬は11名の都合、男女含めてですね、子供がいたんですけども、全部このほとんどが若死にしてしまいましてね、これがおいらの方騒動、おいら騒動にちょっと結びつくんですが、調整したのがこの女の子3人だけでございます。このやりますように、照姫、紀姫、安姫、この3人だけが調整しましてね、子をなしたのは紀姫だけでございます。従いまして斉彬家の血筋というのはこの紀姫の血筋しかいないわけでございますね。片っぽ久光、斉彬家と久光がありますが、久光の系統を見てみますと、久光の息子が忠義、斉彬が久光の義母、これはあの義母兄弟ですから、久光の息子忠義に当主を譲るわけですね。忠義が29代でございます。これは忠義はまあ貴族院議員として終生を終えたと思います。それからその息子が忠重でございます。忠重はこれは農林省のお役人でございます。というのはむしろ技官の鮎の研究者第一人者だというふうに聞いておりますが、技官のですね。で、そのあ、ごめんなさい、忠重はあの海軍です。海軍です。最後は少将まで行ったんですかね。で、その次が忠秀、31代、これが農林省のお役人、議官でございます。その子供が信久といいます。32代ですが、これはまだ現存生きております。昭和13年生まれですから、今83ですか。今島津工業の会長、島津工業というのは島津本家のやってる磯庭園、あるいは仙岩園というのは行ったこと、お会いの方は島津 の、 大きな庭園で今観光の一つの施設になっておりますが、そこの運営をしています島津工業、これ本家の会社なんだ、そこの会長、それから照国神社という斉彬、久光、忠義を祀った神社があります。そこの宮司さんをやりになったり、それから浦仙家炭鉱会の鹿児島支部長、これもおやりになってますね。で、いろんな意味で鹿児島の中心のお役を今なさっております。その久光のこの順番に並んでますが、次男三男四男でございます。久春、これが宮の城家の15代として入っております。で、その久春の息子の長丸に、先ほど申した紀姫の娘春子、これが嫁いでですね、忠丸、忠幸と続いているわけでございます。から、斉彬家の娘の紀姫が嫁いだのが、重富家のこの渦彦という、この渦彦の息子は宗之助、忠彦、春久、高久、この高久が当主で、今鹿児島で先ほど申し上げました、宮司をやっております。この忠彦というのが参議院議員で、多分島津家から出た国会議員、ただこの一人だと思いますね。で、私が子供頃を過ごしました鹿児島のお隣が重富家のお屋敷でございまして、宮の城と島重富家と隣り合わせでございましてね、この忠彦さんが選挙カーに乗って
この出ていく、これをよく子供ながらこうやってこの見送ったもんでございます。それからこの乃木姫の三女春子、これは先ほど言った私 の祖母になります。それからもう一人高子というのは、これはあの三菱の四代目、岩崎小彌太に、嫁いでおります。ただしこ この高子には子供がなくてですね、要するに成明の血筋が残っているのは宮の城島津家と重富島津家だけで、ございます。から一番あの左にあります忠次というのは久光の4なんですけども、久光の後を継ぎました、玉田時を継ぎました。で忠次、忠広、これ忠広今現存しております。で忠次というのは日赤の社長をやっておりました。それからこの忠次の弟で9代、という人は、これはあの外交官であります。外交官でもかなり有名な外交官だったようで、例のあの悪名高きインパール作戦、あの時にビルマの駐在におったといいますから、多分だいぶ苦労したんだと思います。これがあの島津家の現在までの姿であります。それではその島津家っていうのはいつ生まれたんだという話をさせていただきたいんですが、源頼朝が鎌倉幕府を開いたのが1192年、私どもは歴史の時にいい国作ろう鎌倉幕府1192年と習ったんですが、今では1185年の説もあるそうでございます。要するに武家政治の始め、というふうに言われております。その1185年にですね、忠久、これ森忠久というんですが、忠久が鎌倉幕府、源頼朝から島津の荘、荘というのは荘園でございますね、昔の貴族の土地でございます。近衛家の土地だと言われております。薩摩大隅日向にまたがる非常に大きな荘園でございますが、そこの下司式地頭書に任命をされた、これを島津家の始まりと、そういうふうにしております。そこであの島津の島津荘ということで島津の姓を名乗ったということでございます。その後あの地頭職からですね、守護職、薩摩の守護職、それから大隅日向の守護職も任命をされまして、いわゆるこの南九州三州、薩摩大隅日向のこの治世の基礎を築くわけであります。これはあの歴史でもはっきりしておるんですが、じゃあその正しさっていうのはどういう人なんだと、どういうことについては諸説がありましてですね、5つぐらいの説がございます。その中では、島津本家も採用しております説がですね、島津本家、この正しさというのは源頼朝の側室、丹後の局の子供である、そういうふうな説をとっております。頼朝の正室は北条政子ですよね。非常にこの嫉妬深い人だったらしくてですね、その丹後の局が身ごもった時に、このまま鎌倉に置いといちゃ危ないっていうんで、源頼朝が手下者をつけて西の方へ流したと、という話がございます。で西へ下る途中ですね、大阪摂津の住吉大社の境内でこの正しさを生んだと、そういう説がございます。皆様大阪でお過ごしになった方いらっしゃいますでしょうか。住吉大社っていうのはあの大阪のあの阿倍の春子、私も行ってまいりましたけども、こういう日が立っております。ここで、丹後の局が正しさを生んだというんですね。でこの提灯見ていただきますと、ちょっと細かくて字が読めませんが、島津家と千貫園、2つ並んで書いております。ですから、島津家も公認のことではであるとということで、じゃないかと思います。これがあれですね、この大きくしたところです。
こんなとこで子供を産めんのかいと思った。これがやっぱしいわゆる伝説のあれでしょうね、雨が降っとったそうでございます。狐身に守られて子供を産んだと、そういうこの説っていうかお話がございます。これが島津の始まりでございます。当時の天下人と島津家がどういうふうに退場したかというお話をさせていただきたいと思います。先ほど島津忠久が南九州の三州薩摩大隅日向これをの基礎を作ったと、そういうふうにお話を申し上げましたが、島津家に対して反乱をしたりしておったわけですね。それを平定したのがこの下に書いてます15、16、17、高久、義久、義弘、これが大体戦国時代、いわゆる戦国時代で島津家の基礎を固めた領主で当主でありますけども、この時に、島津家三州の基礎固めができた、そういうふうに言われております。まずここに書いてありますように、義久が木崎丸の戦いで日向の伊藤義助を破ると書いて、日向に伊藤義助という豪族がおりましてね、これが島津家に歯向かったいたわけであります。これを1572年2年破りましてですね、この伊藤義助が大分のこれ大名であります大友宗麟、クリスチャン大名で有名でありますね、大友宗麟のもとへこの亡命したわけでありますね。で大友宗麟も半島を広げようと思っていたところだと思いますが、その伊藤助義の願いを入れてですね、島津家との戦いになるわけであります。これが1578年、義久が耳川の戦いで大友宗麟を破るわけですね。で大友宗麟はどうしたかといいますと、今度は秀吉に泣きついたわけであります。秀吉に何とかしてくれとこの泣きついたわけでありますね。で秀吉もちょうど天下を手に入れたいと、そういうふうに思っておった時でありますから、まあ機か臆べし、これはいいチャンスだと、ということで、秀吉全軍を挙げてですね、九州征伐へ乗り出します。その時の兵力25万といいますから、大方もう全部全ての配下にある大名を使ってですね、九州征伐に臨んだわけであります。秀吉が弟秀長を2人でこの攻めてまいりましてね、秀吉は今の熊本、要するに今の鹿児島本線ですな、昔のこの西側からずっと下ってまいります。で、秀長はこの昔の日豊本線、大分、それから宮崎、これから下ってまいります。この秀長軍にですね、島津軍が大敗をするわけであります。で大敗をして、義久は降伏を決めてですね、秀吉に降伏を申し入れるわけであります。大体だとこの弟潰しになると思うんだが、まあ、反乱したわけですからね。でも島津家潰されずにですね、薩摩大隅日向、大体その時大方九州全体を制覇しようとしておりましたから、そういう意味ではそれをやめろということになったんですが、最終的に薩摩大隅日向、これを薩摩大隅と日向の一部ですね、北の方は違う、日向の南の方ですね、これの領有を秀吉は認めてですね、これ以降廃藩置県まで薩摩大隅日向の薩摩島津家の治世が続くわけであります。秀吉の次は家康でございます。徳川家康との対峙、これはもちろん天下分け目の関ヶ原でございます。当初この時の藩主は義久、この下に書いてあります
あれは右に書いてあるんだ、16代の当主が義久で、関ヶ原に出たのは義弘であります。この義久と義弘、これはまあ二党政治といいますか、この使い分けてですね、義弘がどちら内政、義弘がこの軍事、こういうふうに分けておったようでございます。という形で関ヶ原に行くことになったんですが、義久は根っからこの西軍を全面的に応援をするということでもなかったようでございます。徳川から徳川に加担せよと、そういう話もあったという話もありますが、これは定かではありません。あまり乗り気でなかったなということは、この送った軍勢の数からでも明らかに、されると思うんですね。西軍の一番大きい軍勢、宇喜多秀家17,000、毛利秀元16,000、小早川秀明15,000、長宗我部盛親6,000から石田三成も約6,000の軍勢を持っている。それに対してですね、島津義弘が率いた軍勢1,500から1,700だと言われている。ということは義弘が軍隊を薩摩から関ヶ原に送らなかったわけである。大阪近辺で集められる手勢、1,500あるいは1,700、これを率いてですね、義弘は戦いに参加をしたわけであります。でこれについては、義弘というのは非常に人望のあった方のようでして、薩摩の方からですね、義久のいわゆる藩主の命なしに義弘に味方するということで、たくさんの武士がですね、手弁で出たと、そういう話もあるようでございます。でこれも定かじゃないんですが、当初義弘は関ヶ原の戦い前哨戦で西軍による伏見城攻めというのがあります。徳川の出城伏見城がありまして、そこに鳥居忠元というあれがいたんですね。で当初義弘はそこに入るつもりであったと。でしかるにその鳥居忠元に拒否をされたので、仕方なしに西軍について行ったんだと、そういう説もあるようでございます。とにかく石田三成からしますと、なんで島津の大半がこんな少ない人数で来るんだいと、多分そう思っておったでありましょうし、それから関ヶ原に至る途中のいわゆる軍議ですね、軍議でも義弘は軽んじられていたようでございます。いろんなこの検索をしてもそれが採用されない。それから岐阜で小競り合いの時にですね、義久は甥の豊久も一緒に連れて従軍しておりますから、その豊久を敵中見殺しにするようなしかねない場面もあったようでございます。従いまして義弘は石田三成に対してですね、どうもこれは一緒に戦えないというような気持ちを抱いたのではないかと、そういう説もございます。でご承知のように関ヶ原の戦い、最終的には小早川秀明これの願いによってですね、東軍に勢いがぐるっと変わって、大体東軍の勝利に決するわけですが、それまで島津勢というのは一切動かずにずっとその陣地にとどまっておったわけであります。ただもう戦が終わりますとね、東軍が勝ってしまいましたから、周りは全部東軍だけであります。そこで義弘がどうしたかといいますと、敵中を突破して、逃げ帰ると、そういう策を取ったわけであります。約1,500の将兵がですね、鹿児島に着いた時には80名ぐらいに減っておったと、そういうこの非常に厳しい退却であったようでございます。これが島津の敵中突破ということで、ある意味では有名なんでありますが、この捨て鎌の戦法という、これが薩摩の独特のものであるかどうか、要するに、退却するときに一番最後のお役のを引き受けるというのは非常に大変なことだと聞いております。要するに死ん狩り、最後追ってくる敵にこの
相対しながら逃げていくわけですから、非常に厳しい役がしんがりだというふうに聞いております。で、織田信長が朝倉義景と戦った時に、金ヶ崎の戦いですかね、ここで一回負けております。で、負けるって、帰る時に秀吉と家康が、私がしんがりを務めますと言い出して、しんがりを務めて帰ったという、そういう話が残っております。ただ秀吉にしてもですね、家康にしてもですね、そこで信長のために死のうなんてのは絶対考えてないと思うんですね。何かあれば俺が小山の大将にという二人とも思ってるはずですから、そこで主人のために死ぬなんてことは絶対多分考えてなかったと思います。ところがこの島津の捨て釜りというのはですね、あるグループ、これは死ぬのを覚悟でですね、敵の追ってくる軍隊をそこでこの防ぐわけです。で、そこで、その捨て釜に残った人が死ぬと、また次の集団を作って、それは敵の追手をそこで防ぐわけですね。で、全部やっぱり自分は死んでいくわけであります。で、これが薩摩の捨て釜りという戦法で、有名になったわけであります。で、義弘は帰りましてね、桜島に蟄居したそうであります。で、ただまあこの関ヶ原の戦いのあと、家康とのこのいわゆる領土の折衝、これに入るんでありますけども、その領土の折衝にあたったのが、当時義久の家老をやっておりました宮城家の2代の忠武という、この当主であります。約2年ぐらいの折衝のあと、薩摩大隅日向この領土をそのまま安堵されて、その後の廃藩置県までずっと続くと、そういうことで、ございます。ただまあ考えてみますと、秀吉にせよ家康にせよ天下人ですから、まあ、俺の言ったことを何としてもやるというのが天下人じゃないかと思うんですね。ただやっぱし、例えばその前の九州征伐の時には、石田水内の震源で島津はあんまり追い詰めない方がいいよと、そういうことがあったようであります。それからこの家康の場合にもですね、本多正信あるいは井伊直政というこの当主のですね、子飼いの当主の家康への進言があったと、まあそういうふうには聞いております。まあ、いずれにせよ秀吉家康という2人の天下人にこういうふうに退場しながら、三州の統治をですね、以後続けることになるわけでございます。次にお話したいのは、この宝暦治水と薩摩義士、鹿児島では宝暦治水というよりも薩摩義士、薩摩義士というと、これはもう小さな子供の知っておる話でございます。私が名古屋に日清の時に赴任したことがございます。40過ぎの時ですけども、私が赴任した時のその小三平がですね、課長、あなたは嫌でもお得意先とか取引先、あるいは関係先、これは嫌でも行かなきゃいけないんだ、あなたがまず行かなきゃいけないのは治水神社に行ってご先祖にこのご挨拶をしてらっしゃいということでありました。この治水神社っていうのは、先ほど申し上げましたように、この木曽川、長良川、揖斐川、これは岐阜県を流れてですね、最終的にはまあ愛知県、三重県、これ通って伊勢湾に注ぐわけですね。この合流地点で、毎年この氾濫が起きてですね、その住民を苦しめておった。で、江戸幕府がですね、それの治水工事をするんで、薩摩藩手伝えと、という加盟があったわけであります。手伝いということですが、中身は薩摩藩お前がやれということであります。江戸幕府の一つの方針に、大名は生かさず殺さずということがあります。何かあれば取り潰す、
あるいは石高を減らす、あるいはどっかに領地替えをする、改易、原風、異風という武家諸法が決まっておりまして、これに反するとすぐそういうことをやられるということでありまして、手伝いとは言いながら命令であるというふうに受け取らざるを得ない。ただし、考えましてもこの大きな治水工事をですね、たかが一つの藩でやるのは非常に無理があります。いや、財政的にも人員的にも非常に無理がありまして、藩の中の意見もいろいろ割れたようでございます。でそんな無理を言われるならいっそのこと一線交えようではないかとかね、そういう意見もあったようでございますが、時の家老に平田幸恵というのがおりまして、この平田幸恵が、どうせ一線交えるんであれば自然と一線交えて人のためになろうではないかと、というふうに言ったかどうかこれは分かりませんが、でいわゆる千名のいわゆる武士とを引き連れて、工事奉行としてですね、この現地へ赴いたわけであります。この地図を見ますとね、木曽川、長良川、揖斐川、このちょうど合流地点、ちょうどここですね、ここに先ほどその古参兵が申し上げた話したこの治水神社というのがあるんですね。ここにお祭りに行きなさいと、でその工事というのは非常にこの新参を極めたものであったようでございまして、亡くなった者が84名というふうには書いてございました。切腹したのが51名、病死33名。なんで切腹するかということなんですが、やっぱり幕府のいろんな嫌がらせがあったようでございます。それに耐えかねて切腹をする。で使ったお金もですね、確か40万両、その時の当時の歳入は14、5万両ですから、それで40万のお金を使ってしまう。でその多大の出費をした、あるいは多大の多くの死者を出した、その責任を取ってですね、その工事奉行の平田幸恵、この工事の完成をいわゆる国元に報告すると同時に現地で、切腹して果てるわけであります。この右が治水神社でございます。この左がこの千本松原っていうんですが、この左のこの写真のこのこの中に治水神社があるんですね。これから南の方を見てずっとこのこれが伸びておりますね。これが分かりますか、この細いこれです。これ千本松原という薩摩藩が工事をしたいわゆるこの堤防でありますね。この治水神社に行きますと、私も行ったんですが、丸十の門がつけてあってですね、一見すると島津家が建てた神社、あるいはまあ薩摩藩鹿児島が建てた神社じゃないかと思うんですが、そういうことではなしにですね、地元の方々の寄進によって、作られた神社だそうでございます。だいほどこの宝暦の治水というのが地元にとっては非常にありがたい、いわゆる助けられたということではないかと思います。昭和2年から昭和13年約10年間かけてこの神社が作られたそうであります。もちろん祭神はこの平田幸恵、それ以下亡くなった84名、これがここに祀られておるわけでございますね。でこの千本松原、ずっとこれが右側が揖斐川であります。真ん中が長良川であります。これちょっと見にくいですけど、この向こうの端にこれを木曽川が流れております。要するに木曽川、長良川、揖斐川三線のこの合流している地点を分流させる、いわゆる分流工事であります。これがいわゆる宝暦治水と言われるものであります。まあ、そろそろ江戸時代ももう終わりになる頃ですね。
これが鹿児島に建ててあります薩摩義士という、その平田雄貴以下亡くなったものを祀ってある碑であります。鹿児島にいらした方は分かると思うんですが、城山という西南戦争が終わった最後の激戦地があります。そこの城山に登るとこですね、登る麓のところにこれが建てられております。当初はその切腹でありますとかそういう不祥事、これは表には出せない。表に出すと先ほど申し上げましたように幕府のいわゆるお取り潰しでありますとか、海域であります、原稿でありますとか、そういう対象になりますので、このことが明らかにされたのは江戸時代、江戸も終わってからということであります。次が花魁騒動であります。花魁騒動というと、花魁という女性がいて、その花魁がなんかとんでもないこの悪さをしでかしてですね、それで薩摩家の家の中に騒動が起こったと、そういうふうに一見ちょっと感じられるかもしれませんが、それは全く違いましてですね、いわゆるこの成明派と久光派の争いでございます。でこれを見ますとね、この右の方の花魁騒動って書いたところを見ていただきたいんですが、成興、これが成明の前の当主でありますね。これ成明は伊賀姫正室の子供であります。それから由良というのは、これは側室であります。江戸の町人の娘であるというふうに言われております。でそれをこの成興が出入りしている間に気に入ってですね、側室にしたという、大変この愛しておったようでございますね。先ほどのあの大河ドラマで飛ぶがごとくでは草笛光子で、瀬古丼では小柳ルミ子でしたね。で2人ともこのいやらしいこの女性をですね、よくこの出しておりましてですね、まあさすが名優と思ったんですが、あるいはそれは本性かもしれませんね、お二人の本性かもしれませんが、あれだけよく出るというのは非常に感心したんでありますが、いわゆるいやらしいよ、何がいいっていうと、その成明からはるすると、先ほど成明は11人の息子娘がいた、3人しか残らなかったというふうに申し上げましたが、それは花魁が呪詛、要するに呪いをかけたせいであるというふうに疑ったわけであります。成明も非常にこの理知的な人であったんですが、やっぱしこれだけ子供が亡くなるということについてはですね、その花魁のあれがあるかもしれんというのは思っておったようでございます。地元のあの手下に命じてですね、花魁がどっかで人形買ってないかとかね、定期的に行ってる神社や仏閣はないかとか、そういうのは調べさせていたようでございます。ただその証拠はないようでございます。従いましてこの花魁が久光、自分の息子の久光を成興の後の藩主にしたいがために、当主にしたいがためにいろいろ呪詛したというのはどうも噂のようでございます。でただそのお家騒動というのは久光派成明派の争いでありますが、この遡るとこのここに書いてあるように重秀25代、ここまで遡らなければいけません。この重というのは非常にこの開化的な人でありまして、でオランダがいろんな好き、新しいことが好きであり、雑司官という藩校から、あるいは天文館の天文台であるとか、いろんなことをやった方であります。従いまして非常にお金を使ったわけでありますね。500万両ぐらいの借金を抱えたということは、当時先ほど申し上げましたように歳入が 14,5 万両でありますから、そこで500万両の借金、これこんなのは潰れるに決まってますよね。ところがそれが潰れてないのは、多分昔は藩というのが潰れるはずがないという神話があったと思うんですね。昔の御栄千端時代の銀行のようなもんでございます。銀行が潰れるはずがないというふうに、みんな思っておったと思いますね。でその非常に金遣いの荒い、開化的なことをいろいろやったんですが、半面お金を使った、そのをですね、図書正左衛門広里という、この家老に命じて何とか立ち直せと、これを重秀が命じて、その後の成明と
だから図書と一緒にこれを一生懸命やった、立て直しやった、借金棒引き、あるいは年俸250年年俸に制とかね、片方では沖縄との密貿易、これをちょっと増やすとかね、あるいはサトウキビ、奄美大島とかにサトウキビが取れますから、これの1000倍で利益を取るとか、いろんなことをやって、財政の立て直しに奔走したわけで、で成沖からしますと、成明だっていうのは茂重に可愛がられておりましたから、多分にこのいわゆる開花、いわゆる新しいものという好きなことをやっぱり受け継いでるわけで、成沖からするとあいつが領主になったら、当主になったらとんないことがまた泥借金の山になるぞということがあったと思うんですね。でなんとか久光に継がせたかったということで、久光派と斉彬派、これのいわゆる闘争が起こったわけでありますね。これが大浦騒動であります。最終的にはこれが斉彬の知るところになりまして、40名ぐらい斬首切腹遠投、かなりひどい処分がされたわけであります。ここで普通だったら斉彬はもうボツになっちゃってですね、久光が当主になるわけですけども、そうはならなかったわけであります。やっぱ幕閣、あるいは当時安倍政宏の老中ですか、これが非常に斉彬を推しておったこと、それからいわゆる四賢侯、水戸徳川の水戸藩、この諸藩がですね、斉彬を早く次の当主にせよと、そういう動きがあったこと、それから薩摩の中でもですね、西郷や大久保をはじめとして、いわゆるこの新しい斉彬の当主という、この誕生を願う声、この辺が非常に強くてですね、ついに斉彬も引退をすることになるわけで、将軍から茶器を賜ったようで、で、引退して茶でも立てながら、悠々過ごせよと、ということでありましょう。そこで、斉彬が誕生をするわけであります。これが大浦騒動でありますけども、その当時の大浦が呪詛をしたという話をしましたが、当時は呪詛というのは決して珍しいことではありませんでね、聞くところによると、軍事のこのお役の中にもこの呪いをかけて相手を殺すという、そういうお役があったそうでございます。従いまして、呪詛自体は何も珍しいことではない。要は大浦が斉彬を殺そうと思ってそれをやったかやらなかったかということでございますけども、その確固たる証拠はないということで、大浦は無罪放免でございます。本家のお墓の福生寺に行きます。福生寺っていうお墓があるんですが、ちゃんと大浦の墓が残っております。これはやっぱし当時の当主のいわゆる正室ではない側室ですけども、これは認められておったわけでありますから、お咎めなしに、お墓がちゃんと残っているわけでございます。これが大浦騒動、ちょっと写真を見ていただきたいと思うんですが、これが加山雄三と高橋英樹である。分かりますか、左が斉彬ですね、右が久光です。この大体この鹿児島で久光の写真というとこの写真を使うんですが、なんかもうちょっといい写真がないかなと思うんですけどね、この鹿児島では、あるいは島では斉彬の卵顔、久光の狐顔というふうに言っております。大体この写真が出てまいります。これはあれですね、鹿児島の人なら誰もが懐かしくも桜島であります。この左の上は磯の千貫園、磯庭園から見た桜島であります。右の方は桜島の全景であります。この今桜島噴火しておりますけども、この噴火をしたのは私が小学校5年生の時で、ちょうど曇りの日でありましてね、学校でこの授業を終えたらドーンって音がしまして、これは何だろうと思ったんですが、これが桜島の噴火であります。今はいつも噴火してますから、時に大きな噴火ありますけども、当時はそんなにたんびたんび噴火しません。噴火する時はもうドーンと吹きましてですね、特に月夜の夜の噴火、非常に綺麗なもんで、
この噴煙がガーッと上がります。それからあの中で何だね、光があの噴煙、あれが溶岩がぶつかるんですかね、キラキラと光る。それから火口から赤いあの溶岩がたらーっと流れてる。実にあの綺麗なものでありました。左のこれが照国神社です。先ほど申し上げました斉彬久光、忠義を祀ってある神社。この右が島津斉彬の像であります。最後になりましたが、この薩摩の男子方というのについてちょっとお話をさせていただきたいと思います。島津に暗君なしという、ことを言います。まあ、暗君なしというのはあまりこの言葉だけ見るとね、島津にバカ殿はいなかったということでありますから、あまりいい言葉じゃありませんが、まあ、これ私は比較優位、他の他藩はいろいろバカ殿がいたおかげで取り潰されたり、あるいはあのところがえになったりそうしたけども、島津にはその暗君そういうのがいなかったと、そういうふうに解釈をしたらいいと思っております。言い換えますと、島津にはその君主としてですね、最低必要条件、君主としての最低必要条件を全ての君主が備えておったというふうに言ってもいいと思うんですね。君主の条件は何かというと、当然のような領地を守る、これがまず第一ですが、最低必要条件である。この島津のこのいわゆる歴代の当主、これが基本にしましたのが忠義のいろは歌というのがあります。この先ほどの年表に行きますと、この15代高久のお父さんであります。当主にはなっておりませんが、みんな の, あの尊敬を集めていたようでございます。これがあのいわゆる武士、男子の心構えをですね、いろは歌48の歌に変えてですね、説いております。まず行動がある、勇気を持て、あるいは弱者いじめをするな、いろんなことを全部言い聞かしております。ちなみにこのいいか、これですね、古の道を聞きても唱えても我が行いにせずは甲斐なし、まず実行しなきゃダメなんだ、聞いたって言ったってダメなんだということでありますね。炉は炉の上も羽生の小屋も住む人の心にこそは高き屋敷、まあ、住むとこが問題じゃないんだと、その人の心が問題なんだ、まあ、このようなことをですね、イロファ四十48の歌で、残してるわけですね。でこれがやっぱりずっと歴代の当主に引き継がれましてね、いわゆる武士の師弟を育てる一つの基礎になったようでございます。まあ、それが残っておりますのがね、この私どもが育った頃はまだ鹿児島弁方言が盛んに使われておりました。今帰りますとですね、この非常に寂しいと思うんですが、例えば天文館を歩いておりましてもね、ちょっとこの女子高校生あたりが喋ってるのをこのそば聞きしてもですね、方言は聞こえません。みんな標準語喋ってる。で高校野球もそうですよね。昔は高校野球、東北の高校が勝ってインタビューなんていうと東北弁でみんな喋ってましたよね。今みんな標準語を喋ります。である人と話した時にですね、なんで方言を消して標準語を喋るんだ、その人は方言で喋るといわゆる差別いじめを受けるから、そうしないように標準語を教えてるんだ。私は本末転倒じゃないかと思うんですが、方言であるのは一つの文化であると思います。それを教えずにですね、標準語を全部押し付けてしまうというのはちょっと本末転倒じゃないかと思うんですが、皆さんいかがお考えでございましょうか。このここに書いてあります、これは鹿児島の方言でありますが、鹿児島の男の子が必ずこれ言われたことでございます。まあ、このイルファウタはこういう流れを受けてのことでしょうが、泣くよかひっとべ、まず行動せえということですね。ちょっと子供がですね、ちょっと高いとこから飛び降りようかどうしようか、まあ迷っとる、このいろいろこのグズをこねとる、グズこねての前に飛んじまえという、これが泣くよかひっとべ、まず行動せよと、行動する勇気の方が大事なんだと、まあ、そういうことでありますね。それからよく言われたのは義を言うな、
義を言うなってのはよく言われました。先輩からですね、文句を言うな、理屈をこねるな、義を言うなということであります。先輩に言うことには従え、あるいは細かいこの、小賢しいことを言うなということであります。この理屈をこねるこねないというのも、この地方によってやっぱりだいぶ、違うようでありますね。ここにいらっしゃるのは長野の方いらっしゃいました。長野は理屈っぽいと言いますよね。で、私 の寮の友達にも長野のやつがおりましてね、3人1部屋、鹿児島2人、長野が1人と。で、先輩のところに仕送りが来るとね、先輩が飲みに連れてくれるわけですね。で、僕なんかは飲みに連れて、はいはいはい、どこでもよろしいで行くんですが、長野のやつはそうはいかない。前回は確か焼酎だったから次は酒がいいですとかね、前回はあそこに行ったから今度はここがいいです、必ず一言言うんですね。まあ、そういうのは鹿児島では嫌がられるということであります。それからやっせんぼ、これは鹿児島の男の子が聞いて一番ムカッとくる言葉で、いわゆる臆病者、弱虫、泣き虫、やっせんぼ。話違いますが、瀬古丼は割と方言をよく使っておりましたね。やっせんぼ、臆病者、弱虫、これを言われるとね、もう男の子はムカッとくるんですね。勇気を持て、弱虫でやっちゃいかんというのが、これはまずあるわけである。それからもう一つ、ぼっけもん、これは向こう水とか大胆なという意味であります。こんぼっけもんが、ただしこれはまあいわゆるいい意味で使われることが多いですね。あんまり細かい理屈はこねない、とりあえずまあやっちまうという意味で使われます。それから一番いい言葉、てげてげであります。てげてげって聞いたことあると思います。適当でよろしいよ、細かいことは気にしないよ、まあまあでいいよ、この仕事をどういうふうにやりましょうか、てげてげでいようか、もう適当にやっとけという、これはいい意味でも悪い意味でも使います。まあ、非常にいい言葉使い勝手のいい言葉で、てげてげでいようか、てげてげにしとけというのはよく言われたことでございます。このような気質が今鹿児島の中に生きているか生きていないかというのは別問題としましてですね、さーっとはしょった説明になりましたが、以上お話を申し上げます。最後に 2,3 分よろしくございますか。ちょっと宮の城島津家の宣伝をさせていただきます。この宮の城ってのは今薩摩町、ここですね。これが合併で薩摩町になっておりますが、鹿児島空港から約1時間、鹿児島の市内から1時間半でございます。この右にあるのはこの曽木の滝という、このそのお隣の伊佐市にあるんですが、東洋のナイアガラ、皆さんいらしたことありますかしら。規模は非常に小さいですけど、この幕府がずっと伝わっているところ、東洋のナイアガラというふうに呼んでおります。それからこれは宗光寺というお墓であります。宮の城で有名なのが温泉が有名、竹林が有名で、もう一つ宗光寺であります。この宗光寺は島、先ほど申し上げました家康との折衝にあたった宮の城の2代目島津忠武が創立した宗光寺というお寺があります。そこの墓地であります。今公園になっております。で、これはですね、島津の初代から14代までか、その領主とその奥方のお墓がずっと並んでおります。これちょっと右の方のお墓を見ていただくと分かると思うんですが、祠の中に赤石が入ってですね、非常に独特な形をしております。これが去年ですかね、国の史跡に指定されまして、鹿児島の本家のお寺、本家の墓地とか、あるいは重富家、梶家、今泉家と一緒にこの宮の城家5つのお墓がこの国の史跡に指定をされまして、もともとはこの私 の祖母の名義だったんですが、このまあ自分で一人でこんなのはとてもじゃないけど管理できませんから、町に寄付をいたしました。
で、私のこのちょっとこのこんもんとしたここのところにですね、あの納骨堂の形で15代から先ほどの久春からあのお墓を作ってあります。で、私もいずれそこに入ります。で、皆さん方あの一回この宮良城に行く、あれ鹿児島に行く機会があったらですね、ぜひこの総興寺にいらして、どうぞお参りをなってください。私お墓の中からありがとうございますのでお礼を申し上げますので、どうぞあのいらしてくださいます。拙いお話でございましたが、以上でございます。どうもありがとうございました。